貝塚市政50周年を記念いたしまして行われます太鼓台とだんじりの共演、北連地区の各町の太鼓台へ貝塚市まちづくり推進委員会により感謝状並びに貝塚市より記念品が手渡されます。ありがとうございました。ただいま感謝状を、金高見委員長から送られまして、そして引き続き記念品を貝塚市吉道勇市長より送られました。大会で出発宣言をいたします。いざ出発。今田中秀明代表による力強い出発宣言に合わせ、夕花火が打ち上げられ、太鼓台の太鼓演奏が始まりました。太鼓台が今立ち上げられました。そして重さ 1.5 トンの華麗な太鼓台が動き出しました。先頭は北連地区の長北町です。長北町の太鼓台は明治11年頃に制作されました。棟梁は木の井橋さんです。大下町の太鼓台とともに大阪府下では最古の太鼓台と言われております。なるほど。そしてこちらの松台の方も大阪夏の陣。さて、長北町の太鼓台に続きまして登場しますのは西町の太鼓台です。こちらは内部棟梁が樫本平吉さん、そして堀物氏が桜井義邦さんです。はい、ドラマスは大阪夏の陣が描かれております。特徴は堀物氏桜井義邦作の唯一の太鼓台であります。さて、西町の次に登場しますのは大北町の太鼓台です。こちらも見事な太鼓台ですが、こちら大工棟梁が渋井海七さん、そして堀物氏が高松雄二さん、そしてドラマスは杉御殿が描かれております。はい、続いては中町が登場しました。平成4年そして続いてこちら正面に参りましたのが小木町の太鼓台です。棟梁が浅田達志郎さん、そして堀物氏が浅田博さんです。末代には天照大神など神話伝説が描かれています。そして特徴が堀物氏、浅田博様は大阪諸国の彫刻師で、そして人物よりも、花や鳥が得意だと言われておりました。登場しますのが堀の町です。こちらは大正12年に作られました。上岸松之助、上岸楠松の棟梁となっております。堀物氏は吉岡義宝、城間昌平さんです。そしてこちらの特徴は太鼓台の四本柱の天井には、大棟梁と堀物氏4名の名前がちゃんと刻まれているんですね。太鼓台が次々と現れて過ぎていきました。なかなかすごい勢いですね。何せこう重さが 1.5 トンですからね。すごいですね。いくらたくさんの方で担ぐといっても結構ね、重いんじゃないですかね。そうですね。でも皆さん気合が入っていますから、なんかとても軽そうに担いでいらっしゃるように、はい、本当に見えましてね。はい、こちらに手を振ってくださっていますね。さあ、このマスコットはこちらの貝塚市のマスコット、コスモちゃんっていうらしいんですよ。コスモちゃん、かわいい名前ですね。今市民の皆さんに手を振って、本日のこの祭りまで、皆さんコスモちゃんかわいが、かわいがってあげてくださいませ。はい、このコスモちゃん、やはりあのコスモスの花ですね。そうですね。頭のところに花びらがありまして、もうみんなさて、今ですね、先ほどから気になっていたんですが、本部前のステージのところにとっても可愛らしい、ねえ、マスコットが今ちゃんと踊りに合わせて踊ってますよね。はい、ちゃんと合わせてね。はい、こちらに手を振ってくださっていますね。さあ、このマスコットはこちらの貝塚市のマスコット、やはり体が緑色ということは茎と花をイメージしているわけですね。とっても可愛らしいマスコットです。ねえ、今、順次太鼓台が、それぞれに歴史を誇っている太鼓台ですね。堀物氏も急いに、皆様に、ね、走ってご紹介しましたので、ここでもう一度ご紹介したいと思います。まず最初に、登場いただきました中北町の、
太古代からご紹介しましょう。明治11年に作られまして、棟梁が絹井嘉七さん、そして堀物師が高松彦七とともに、大阪府下では最古の太鼓台と言われています。今ちょうどその中北町の太鼓台やってまいりましたけれども、はい、今ちょうどこちらで一周ですか。皆さん疲れが全然しながらね進んでおりますが、ちょうどこの保存台湖の上の方に人が一人乗られてまして、今紙吹雪をねバーッと勢いよく投げておりますが、ここで少し会場のスタートが20分早めにスタートいたしました。今ご準備のほどよろしくお願いいたします。20分早くオープニングセレモニーが始まっておりますので、全て20分繰り上げという形で進めてさせていただいております。もう担いでない方っていうのは結構割と下っこして歩いてらっしゃいますね。で担いでる方っていうのはもう必死で顔をあがらめてやってらっしゃいますけれども、ね、きっと代わりバッグにでもね担いでいらっしゃるんじゃないですか。そうですよね。さて日生の太鼓台なんですけれども、棟梁は樫本平吉さん、はい、彫物師は桜井義邦さんです。泥幕には大阪夏の陣が描かれております。よく、ね、ご覧になっていただきたいと思います。それぞれ特徴があるようです。大北町も随分上下に揺れてます ね。皆さん頑張って担いでいらっしゃるようです。もう今見とかないと夏まで見れませんからね、はい、大北町の、こちらの棟梁はですね、十分に気をつけていただきたいと思います。今ちょうどですね、この太鼓台始まりましてから約15分ぐらい経ってるんですよ。ということはこの太鼓台を担いでる方々もう15分ずっとそれも歩きながらそうですやってますから、そろそろもう力がなくなってきた頃じゃないかなと思うんですけど、セレモニーが始まる前もね、皆さんはもう頑張って、ね、走っていらっしゃいましたからね。もっと長い間、ね、担いでいらっしゃるんですよね。もう張り切られていました。この中北町の太鼓台は大北町の太鼓台とともに大阪府下では最古の太鼓台と言われています。今ちょうどその中北町の太鼓台、こちらのね、本部的前までやってまいりましたけれども、はい、今ちょうどこちらで一周ですか。皆さん疲れが全然見えておりませんね。まだというところですが、本当に皆さん気合が入っております。もう顔をあくらめて声を出しながらね進んでおりますが、ちょうどこの保存台湖の上の方に人が一人迎えてまして、今紙吹雪をねバッと勢いよく投げておりますが、ここで少し関係者および施設の方々にご注意を申し上げています。会場のスタートが20分早めにスタートいたしました。その皆様ご考慮の上、ご準備のほどよろしくお願いいたします。20分早くオープニングセレモニーが始まっておりますので、全て20分繰り上げという形で進めてさせていただいております。さて、こちら本日前2週目のこれは日照ですか、日照の太鼓台がまたやってまいりましたが、皆さんもね入りますね。後ろの方の方ちょっとなんかこう今ゆっくりと歩いていらっしゃいますけども、担いでない方っていうのは結構割と散らかして歩いていらっしゃいますね。担いでる方っていうのはもう必死で顔をあがらめてやってらっしゃいますけれども、ね、きっと代わり番号にでもね担いでいらっしゃるのではないでしょうか。なんですけれども、明治の左甚五郎と呼ばれた彫物師桜井義邦作の唯一の太鼓台であります。さてこちらには大北町の太鼓台がやってまいりましたよ。どうぞ皆様ね、この太鼓台外からパッと見るのいいんですけども、今この太鼓台詳しく説明をしておりますけれどもね、その彫物なんかにもねよくご覧になっていただきたい、ね、よくご覧していただきたいと思います。それぞれ特徴があるようです。大北町も随分上下に揺れてます ね。皆さん頑張って担いでいらっしゃるようです。もう今見とかないと夏まで見れませんからね、はい、大北町の、こちらの棟梁はですね、絹井嘉七さんです。彫物師は高松雄次斎さんです、はい、泥幕には追加台が描かれております。Thank you.
ありますのでね、エネルギーの方は残していただきたいと思います。さて今ちょうどこちら、本部席前の方にやってまいりました。こちらの太鼓台、こちらは、小木町の太鼓台です。はい、小木町の太鼓台、こちらは大正8年に作られました。棟梁は田畑達次郎さんです。彫り物師は浅田博さんです。こちらの泥幕には加藤清正の虎太鼓が描かれております。私もね、ちょうど先ほどからずっとこの担いでおられる方を見てるんですけれどもね、はい、意外ともう本当に皆さん若い方が多いですね。そうですね、もう若いエネルギーが溢れている、もう熱気が溢れちゃっていますね。ちょうどこの小木町の太鼓叩いていらっしゃる方があって、まだ小学生のお子さんもね、いらっしゃるんじゃないですかね。そうですね、でもいいですよね、こう街全体も本当にもね、お子様からね、ご年配の方まで皆さん一丸となって頑張っていらっしゃるという、本当にこの貝塚市というのはこういう一つの祭りでみんなが一団となってできるという、これは本当に素晴らしいものだと思いますね。素晴らしいお祭りですね。さて、あの小木町の祭りには、天照大御神博さんは大阪彫刻の彫り物師で、人よりも花鳥風月などが得意とされて言われておりました。そうですね、はい、さてまた続いて、台風がやってまいりましたけれども、はい、こちらが堀野町ですね、はい、堀野町の太鼓台やってまいりました。こちらは大正12年に作られました。棟梁はですね、上岸松之助さんと上岸楠松さんです。堀物師は吉岡義宝さんと上間長平さんです。ドラマ史には源平盛衰期が描かれております。そうですね、こちらのね、堀野町の太鼓台は、まあ、結構先人の方々が多いようですね。担いでございます。ネジ鉢巻きもこう緑のね、グリーンの鉢巻きで締めて頑張って、それぞれやはり蝶の特色っていうんでしょうか。やっぱりありますね、はい、私もここ来てね、いろんなこの蝶の太鼓台見ても分かんないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりその蝶によって特徴がありますね。面白いですね。もうあと、そうですね、7、8周していただければもうよく分かると思うんですけど、7、8周もしたら、まあ、皆さん体力ありませんからねバテてしまうと思うんですけど、そうですね、今日までね、はい、20分経ちました。20分経ちました。重たいでしょうね、やっぱり1本ごとんですもんね。おそらくね、もうこの状態になりますと気力だけでね担いでるんじゃないですかね。今日はお昼の部もありますのでね、皆さんもそんなはしゃぎすぎずに、もうエネルギーはこう分けて使っていただきたいなと、ね、もういらぬ心配というんでしょうか、してしまうんですが、いやでもおそらくね、こちらの貝塚の皆さんってそんなね、エネルギーね分けて使うのと考えてないと思うんですよ。